風と僕らと僕らの時代ってタイトルつきました。風が吹きすさぶ夜、お前は出て行ったんだ。転がる石のように、お前は出て行ったんだ。フォーウォークやロックでノーベル賞でも狙うと笑っていった。ずいぶん昔の冗談話さ、今頃どっかで驚いてるかな。どこ吹く風に吹かれながら、ライブハウスの傾いた看板、ヤニにまみれたベースアンプ、地下へと降りる階段は分厚い扉へと向かう。槍をペンに、銃をギターに、使い古された言葉だけれど、俺たちには十分すぎた。風と僕らと僕らの時代、風が吹いた。そう思った伝えたのは、真実から目をそらすこと、疑うことより寄り添うこと、夜明けはやすやすとは来ないこと、街のどこかで聞こえてくる反戦歌を歌う女の子、それを横目にしながら立ち去ってゆく大人たち。風よどこへ、どこへ行く。黄昏れた街を背中に、暖かな家路へと急ぐ。あの時降りた地下への階段は、今はもう閉ざされてる。き
たはやがて銃へと、ペンは再び槍へと、変わらぬこと祈りながら、自分もまた閉ざされてゆく。